Thank you.
千葉県野田市チキチキ情報局オンフェイスブックライブ、管理人の独り言、夜は友達、通称夜友。全国の皆様こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。いいね、コメント、シェア、どうもありがとうございます。喋る管理人でおなじみ千葉県野田市チキチキ情報局局長&喋る管理人ファンキー利根川でございます。この番組は千葉県野田市および近郊地域のホットな情報を全国に向けて発信するローカル地域情報番組です。今夜も千葉県流山市松ヶ丘にありますチキチキスタジオより全国に向けて生放送でお届けしてまいります。はい、改めましてこんばんは、ファンキー利根川でございます。夜分遅く大変申し訳ございません。毎週水曜日、恒例になってしまってるんですけどね、ちょっと遅い時間の、スタートとなっておりますけども、あ、もう日付変わりましたね。日付変わって1月17日の木曜日、夜深夜、0時7分28秒になったところです。はい、というわけで、先ほどまで9時まで、東金で生放送をやってまして、まあ、その後終わってね、そそくさと、またあのちょっといちごをいただいたので、いちごを 2,3 個口に頬張りながら、持ってまいりまして、で東金ちょうど出た時にみぞれが降ってましたよ。なんか結構勢いな感じで、まあすぐ八街ぐらいまで戻ってきたらもう上がってたんですけどね、あ寒いなと思ったら、なんかね、あの走り出したら結構ババ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 ってこうね、降ってきたりしたんですけど、まあこっちね、柏界隈はなんかカラッとしてるんで、そんな感じはね、まあ海沿いなんでね、雲の流れでちょっとこうね、降ったのかなという、そんな感じでもありましたけども、はい、またまたね、寒い、一日でございましたけども、皆さん体調の方はいかがでしょうか。やっぱりなんか軒並み、僕まあ軒並みっすよ、まあネットで見てるのと、今今日も東金行ったんですけど、だいぶインフルエンザとね、あと風邪が流行ってるということで、なったんですけども、結構病院でさえも結構大変らしくて、一緒にやってるナース葵ちゃんというのナースやってるんですけど、現役で、やってるんですけど、やっぱりね、病院もすごいもう、もう超混み合いで、でやっぱりあの病院のスタッフもやっぱりどうしてもこうかかってしまうと、こう病棟閉鎖とかがね出るらしいんですけど、まだあうちは行ってるとか、まだ今年出てないとかな、なんか言ってたんだけど、うん、そのぐらいこうひどかったりね、学級閉鎖結構すごいですね。なんかいろんなところで今情報をね、もらってるんで、小学校とか結構多いんじゃないですか、やっぱりね。というわけで私もまあぼちぼち、まあ、体調はねだいぶ戻ったんですけど、やっぱりあのこう喋って、さっきもねですけど、どうしてももともと気管支とかがこう弱いんで、やっぱ大体ほとんどちょっと風邪をひくと、もう大体もう声がダメになって、咳がこうねちょっと出るようになったりとかするんですけどね。はい、まあぼちぼち、あのそんな今日はね、あの生放送も張り上げてなかったんで、まあちょっとぼちぼちと、夜の放送も、やっていこうかなというふうに、思ってるのでね、休み入れちゃうとね、やっぱり、うん、なかなかブランクというか、まあ、1日2日ブランクじゃないんだろうけどね、なんとなくこう習慣になりつつあるので、まあ、できる範囲ね本当に、やっていこうかなっていう、そんな感じの夜でございます。深夜ありがとうございます。はい、じゃあね、ちょっと遅い時間なんで恐縮なんですけども、出席の方を取らせていただきます。恒例でありますけどね。はい、それでいきましょう。お、困ったさんこんばんは、お疲れ様です。遅く大丈夫ですか、ね、寒いんで暖かくして、そう、僕も今日は今ね、あの戻ってきてちょっと念には念を入れて、なんていうの、このフリースっていうの、ズボン、あったかいズボンの上にもう一枚ジャージを履いて、で今ね結構や防寒してやってます。はい、はい、あ、菅原さんどうもこんばんは、お待ちどおさまでした、ごめんなさい遅くまでありがとうございます。スイヤンこんばんは、さっき、うん、そうだな、さっきちょうど止水のあたりを走ってて始まったんで、あ、今日はちょうどタイミングだから聞けるかなと思って聞いたら、なんか一回止まっちゃって、その後ちょっと電話、別電入っちゃったんで聞けなかったんですけどね、ちょっとまた、
聞かせてもらいます。はい、スイアンコメントありがとうございます。酒のミヤちゃんも東京に、行きたいって言ってたよ。商工会議所宣伝部の方となんか、あ、そうなん、なんかちょっと前話聞いてましたよね。そうそうそう。一緒にね、また金田さんのところに遊びに来ればいいじゃないですか。まあお仕事はね、平日なんでね、なかなか商売されたりするとどうなのかなと思うんですけどね。 よかったら一緒に遊びにね、来ていただければ、ちょうどね、僕の日は商工会議所の子たちはあんまりいない、まあ警備はいるけどね、なんとなく、よかったらぜひ、宮崎さんもね、遊びに来てもらえればと、そんな感じに思ってます。まあ遠いからね、なかなかね、まあ金子さんぐらいだったら別にちょっと来てよってなんとなくこう言えるんですけど、なかなかね、野田からこうっていうとね、難しいなと思うんですけど、どうぞよろしくお願いします。はい、小松さん、昨日というか今日、緊張の健康診断の、なので、晩ご飯抜きました。途中で早退します。ごめんなさい。あ、いいですよ、全然小松さん大丈夫ですよね。早めに、寝ていただいてということで、はい。そうだから、なんかまあここのとこでずっと、まあお正月もそんなじゃないんですけど、ちょっとやっぱりね、パンが好きで、いつもね結構こう非常食のように、なんか1個か2個ぐらいね、なんかこう菓子パンをねずっと置いてあったんですけど、もうここだ、いつだろうな、11月ぐらいからもうそれ家ではちょっと食べないようにしたんですよ。もうまあ、ちょっとね、移動中はどうしてもやっぱり時間もったいないんで、こうやって東金とか行くときにももうなんか走りながらおにぎりをかじったりとかさ、走りながらパンを食べたりっていうのは結構こう時間もったいないんでよくやっちゃうんですけども、だからまあ車の中でね、どうしようもなくときはまあちょっとあんパン食ったりとかするんですけど、まあ家にはちょっと買ってこないで、まあ家で食べるときはとりあえず食パンだったら許せるかなっていう範囲でね、置いてあったんですけど、ちょうどね体調崩れてる前ぐらいに、2枚ぐらい残ってたのかな。でね、ずっと、買い物もなんか寒いし、いいかなと思って行かないでいて、ずっとねこうパン食べたくて、ずっと今日中毒みたいになって、で今日はもう本当にさっき、出かけにパンをちょっとコンビニで買って久々に食べたら、うまいっすね。なんか久々に食べると、久々ってもまあどのぐらいなんだろうな、まあ、先週行ってる時は多分途中でかじってるから、まあ1週間も経たないんだろうけどね、でも1週間抜けられ、抜けパン食わなくても生きていけるなっていうのをね思ったんで、ああと思って、で昨日夜ちょっと寝る前に、まあ、たまたまちょっと、服を着替えるんで、バーって全部脱いで、まあ、ちょっとお風呂はね昨日ちょっとまたやめといたんですけど、で体重計に乗ったらなんと、まあ体調悪くてね痩せるって、減量になるのはどうかのかなと思うんですけども、久しぶりに91キロ台まで落ちましたよ、やっと。92まではね結構夏場とかでもねこう動いたりするとね落ちたんですけど、でもね 2. いくつとかまでいって1っていう数字はなかなか出なくて、でまあたまたまちょっと今回体調悪くした線もあると思うんですけど、で意外と食べるものもこう制限してたりとか、あとはこうパンを食べなくなったのがいいのかなとかっていうのもあったりとかして、でこのままちょっといってね、まあ8、本当はね80ぐらいまで戻したいなと思ってるんですけど、なかなかねちゃんと運動しないとね難しいやね、ここまで肉ついちゃってるんでさ、まあでもちょっと少しずつまた動くようにちょっと温かくなってね、いろいろまた現場とかも入ってくるようになるんで、少しずつちょっと動いて、少しも痩せようかなと。まあなんとなくズボンがねやっぱり最近ちょっと緩くなってきたっていう感じはしてたんで、結構めんどくさがりでなんていうのかな、こう家のなんかフローリングが結構なんかふかふかしてるやつで、でなんか誤作動を起こすみたいで、で板をね1枚こうベニヤみたいなちょっと小さいのをこう切って置いてあるんですよ。それを引くと、まあ、ある程度こう誤差なしに動作するみたいなんで、それをね引くのを引いてヘルスメーターを乗せるのがめんどくさいみたいな、であんまり測んないんですけど、ほんと久々に11月半ばぐらいに測ったっきりだったのかな、なんかメモ、なんつうの、メモリされるっていうのを記憶を見たらそれね結構下がってたんで、まあもうちょっと頑張ってね夏ぐらいまでこうスリムに
なりていかなと思ってますけどもね。はいはい、ありがとうございます。あ、ミッチさんこんばんは。大丈夫ですか、疲れて寝てください。はいはい、スイヤン体重計100キロ超えてるから、え、コンマいくつが出ない。あ、そういうもんなの。あー、そっか。ちょっとスイヤン、ちょっと少し一緒に落としましょうよ。なんとなく、なんかこう激しくやるとさ、多分僕は続かないと思うんだよね。なんか、うん、ガッツガツやるのって多分結構飽き性なんで、意外とねそういうのは続かない人なんで、まあ、なんとなくちょっとずつね、こう自分の中でマイルールを決めて最近やるようにはね、してるんですけども、うん、よかったらスイヤンも少し、あのコンマいくつが出るまでちょっといきません。で、僕も本当にね、いつだろう、4年ぐらい前かな、本当にもうギリギリね、98点いくつとか、もう限りなくもう100に近いぐらいまで行っちゃって、これはちょっとなんか現場であのスピーカーとかこう運んでても結構息切れしちゃって、やばいなっていうところがあったんですけどね。うん、でそっからまたちょっとね、なかなかやっぱ落ちない、ここまで、あれすると。でやっぱりこのぐらいになっちゃうと5キロ落ちてもほとんどみんな分かってくれないんですよ、言わないと。こうやって、うん、はい本当にもうちょっとね、パッてこう分かるぐらいになりたいなというふうに思っておりますけどね。はい、リアルタイム、ミツさん、ファンキーさん、具合どうですか。まだ咳、そう、まあ咳がそうなんでね、もうこれね、なんかもう小さい時からもうしょうがないんですよ。風邪ひくともう 100%、120% ぐらい必ず咳が残るよっていう子なんで、うん、小さい時から本当によく咳してた子だから、うん、まあだからこういうのはあんまりね、もう本当は向かないっちゃ向かないんだけどね、うん、そう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 。でちょうどあの押し上げでスカイミュージックレディオっていうのが2012年にの4月に始めた時の冬ぐらいにも結構かかっちゃって、その時ね番組で2ヶ月以上休んだんだよな。まあその時は週1だったんで、だったんですけど、もう全然ね喋ってられるっていうあれがなくて、うん、なんかそんなことはねちょっとあったりしましたけどね。有賀くんこんばんは、お疲れ様です。夜分すいません。はい、小松さんありがとうございます。私も体重測定のためにご飯抜いたんだけど、やげ石にやげ石に雫、水じゃなくて雫ときましたね。いいんですよ小松さんね、まあ、無理されないように。はい、はい、みつさん、有賀さんこんばんは。みつさん咳長引きます。そうなんだ、ダメなんだよ咳。うーん、本当にね、もう小さい時からね、ダメ。よくだから、うーんと、まだね、あの一中の近く住んでた時は、あの後ろにあるキッコーマン病院によく行って、あのやってましたよ。で後でちょっとこう軽い鼻炎があったんで、なんかそれとなんか喉の方がこう一緒になっちゃっててね、いつもなんかダメだったね。で鼻の中からはあのなんつうの、こう鉄砲みたいなやつ突っ込まれてピシュピシュピシュってやられるしさ、あとこうなんで喉はなんかあの苦いの塗ったやつベローンってこう奥の方までこう突っ込まれてさ、こうなんか塗られたりとかさ、結構そういうの多かったですけどね。うん、そうなんですよ。だからまあ、だから今もだからなんていうの、あの逆に変な話、苦い薬とか全然平気なんですよ。あの精老眼とか普通にね噛んで飲めるぐらい平気。だから龍角散とかなんて全然問題ないでしょ。大体さんなんて別に水なしでも飲んでもいいぐらいだから、俺さ、うん、変なところにこう強くなっちゃってるんだけどね。はいはい、スーヤン、4月から治療という名のジム、あ、おお、すごいな。うん、まだ情報は出せませんが、解禁した、野田発のメディカルフィットネスの情報をお伝え。あ、そうなんだ、やばいな。俺もちょっと、まあ、ジムまでちょっと通えないから、ちょっと本当に走ったりしようかな。金瀬さんがそこまでちょっとね腹をくくるんだったら、俺もちょっとね頑張ろうかな。少しなんかちょっとランニングしたりとかするようにしようかな。ちょっと金瀬さんまたね、あの解禁になったら教えてください。ちょっと僕それを、金津さんを励みに僕もちょっと頑張ります。もうちょっと本当にもうアラフィフでやばいんでね、本当に。やっぱほら
普通にあのユニクロとかに行ってあの吊るしで普通にね洋服買いたいんだよ。あの大きいサイズのコーナーじゃなくて、あともう最近だからネットじゃなくてもフラッとこうなんだ別に高い服着ないからいいんですけど、なんていうのああいうジーンズショップっつうのよくわかんないけどとこに行って、まあ、だって XL ぐらいまで普通に置いたんじゃないですか、吊るしで。だからそういうのをスッてこう買ってこれるようになれるといいなっていうね。やっぱり 3L とかさ 4L とかになるとなかなかさそういうの難しいじゃないですか。うん、まあそういう部分でちょっと頑張ろうかなという、ごめんなさいね前置き長くなったけど、はい、皆さんも健康にね、注意して、風邪まずね、インフルエンザと、風邪、本当に注意していただければと、そんな感じで思っております。はい、じゃあちょっと遅いんでね、サクサクっと、やってまいりましょう。それでは千葉県の市チキチキ情報局、Facebook グループの板に、本日いただきました書き込みを振り返るコーナー、今日の板。はい、ちょっと深夜なんですけどね、すみませんね、なんかテンション高くてどうしてもね やってくるとダメだね。あのさっきまで1時間半も喋ってきちゃうとさ。はいじゃあ行きましょう。じゃあ昨夜の、よろともアーカイブ再生回数、行きましょう。はい、134回、134回。はい、ありがとうございました。唐揚げ屋さんの看板の写真があったんで、なこれだったら、キャッチでいいかなと思ったんですけどね、134回ということで、どうぞ引き続き、応援の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いていきましょう。じゃあこれはいいね。はい、よっ、ありがとうございます。菅原さん、よ待ってました。ところで体調は大丈夫ですか。そうですね、まあ、ちょっと咳が残りかな、うん、咳残りぐらいですね、まあ、これはもうお約束っていうもう僕の18番なんで、まあね、普通にこう向き合っていくしかないなと思ってますんで、あんまり特にね、あの強い薬も飲まずにマスクして暖かくしてね、無理しないようにということでやってきます。はい、ね、今日もね、やっぱりちょっとまあいろいろね、この時期忙しかったりするんで、寒かったりとかね、あんまりこう書き込みの方はね、ないんですけども、ざっとちょっとね、そう、この間のあの、なんだ、先週のぶっ倒れる前だから、金曜日の日に、ヤブウェイさんにあのお蕎麦を食べに行った時の、投稿がありましてね、そこになんか、悲しいことを抱えているか寂しくなる感じですね。京極院からこの後お蕎麦を食べてる写真とかがこう、ね、にこやかにみんなで食べてる写真とかアップしていたら、もうこの後ですよ本当にね。この後 F さんと、新さん、病気発症するとは夢にも思わない、境にと、そうね、なんかあんなにね賑やかに腹いっぱい飯食って帰ってきて何時間もしないうちにさぶっ倒れちゃうと思わないからさ、まあ死ななかっただけよかったかなっていう、感じだったんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、これは僕ですね。はい、風邪で体重落ちたせいが、引き締まって見えますね。あんま見えないよ引き締まって。はい、そう、本当頑張ります。有賀くん、リアルタイムコメントありがとう。リバーブの切り替えがスムーズになりましたね。まあボタンだけなんだよねこれ。ちっちゃいミキサーなんだけど、これすごくいいですよ。ヤマハの AG06 っていう、なんていうのかな、僕いつも仕事で使ってるのは MG っていうやつシリーズ使ってるんですけど、それの小型版にしたやつで、このライブ配信をやる一応まあ 専用 の、のミキサーなんですよ。で、イコライザーとかもついてないの、マイクは2本入るとこついてて、普通にボリュームとあとゲインがついてて、
だと48のファンタムとかがついてて、そこにただね、もともと仕込んだエフェクト、これパソコンつないで設定とか変えられるんですけど、その中にこうピッて押すだけなんでね、これで押すとこう変わるんですよ。でこれはねコンプレッサーっていうのがあって、これ多分ちょっと今声変わってると思うんですけど、これコンプレッサーをかけるとこういうね、あって言った時にこうね、なんつうのかな、山がなくなるっていうの、あって言うとこう結構きついんだけど、これあって言うと意外と平気だっていうね、まあそういう感じ。まあいいや、はい、よかったらライブ配信興味ある方ね、言っていただければ、ちょっとこうねいろいろ教えさせていただきますんで、はい、ありがとうございます。はい、みっちありがとう。134回どうもありがとう。小松さんもありがとうございます。はい、すいやん、はい、基本治療、ああ、今月発糖尿病、脂質異常症の、トリプルリスクの治療、ああ結構大変だね、小松さん。わかりました。まあ、ちょっと僕もちょっとね、ちょっと僕もとりあえずちょっと絞ろうかなと思ってはいるんですけど、なかなかね思ってるんだけどね、なんかこう走ってるのもなんか恥ずかしいなと思って、こういろいろね考えているんですけどね。はい、ファンキーさん前日か元気だとびっくりしました。あ、この間でしょ。そうなんですよ、本当に急に来る人なんですよ、ああいう感じで。ちょっと喉おかしいなと思ったらもう奈落の底に落ちてしまう、ジェットコースター乗ってるみたいな人ですからね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ板の方戻りましょう。瀬田さんありがとうございます。春日部の小中学校ではインフルエンザの学級閉鎖の、通達が、出たそうですと、ツイッターの記事よりといただいておりますけどね。はい、コメントいただいております。吉田美沙さんありがとうございます。野田南部、南部地区、学級閉鎖出ています。おー、まあ、いろいろ出ますよね。郁恵ちゃんのとしきくんかな、学校もこう今ちょうど昨日今日ぐらいから3日間ぐらいなんか学校閉鎖になったりとかね、なったんですけど、ね、まあ、ちょっと各地でなんか東金の方でもかなりなんかそんな、なってましたからね。役所の職員の方もなんかいろいろ結構大変なことになってるようなちらっと話がねなんか耳に入ったりとかしてましたけどね。はいはい、そんな感じでねいただいております。本当に注意しましょう。はい、そしてこれはね昨日かな、だからあすかちゃん、街の中のてんてんさんの情報くださいということで、まあ、金津さんと、まあ、僕もちょっとあんまり分かんないんでなんてちょっと他の方に、他の方任せにしちゃったんですけど、金津さんがすぐコメントいただいてくれました。あとその後、女子部のメンバーの方が、京子学院とかもコメントね入れていただいて、点々何回か行ってますんで、スコーンも販売してますよ、いつもデザートはランチとケーキを食べちゃうのと、スコーンまでは、まだ試したことないの、美味しそうですねと書いてあります。はーい、スコーン美味しいですよ。うーん、はい、長谷さんありがとうございます。ちえみちゃん、スコーンを販売していた前の、店主さん、ご結婚で、お店を閉め、その後にてんてんさんが、あ、そういうことだったんだね。あー、という、情報ね、てんてんさん界隈の情報が、話したの、また興味ある方ぜひちょっと見ていただけると、あ、かなりてんてんさん女子受けする、ね、お店だそうでございますので、ぜひ、ちょっと僕もでもそういうね、ちらっと写真見たことあるんですけど、ちょっとこう食べてみたいな、なかなかねこう野田でお昼っていうのなかなかねそこまで行くほら、時間っていうかさ、夕飯はね食べられるんだけど、ちょっと行ってみたいなというふうには思ってますけどね。はい、よかったら、てんてんさん、そうこの間からちょっと僕も騒いでます、琴平通りにございますので、よかったら足を運んでみてください。てんてんさん情報、スコーンも食べられるそうですんでね。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ続いて、今日はまあ少なめですね。はい、
いろいろあるよね。ちょっと待ってね。これはなんだ。はい。これ昨日の大沢さんの、柏の、鉄道の今昔というあの展示に行った時の投稿の下の方に今日、関はじめさんっていうかな、コメントいただいて、最終日16日時間をさっきだね、これ今日僕行けなかったんでね、どうしても放送間に合わなくて台本も全然作れてなかったんで、今日慌ててね午前中からやってたんで間に合わなかったんですけども、16日今日だね、時間を作って見てきました。市教、教育員の方の、ギャラリートークが、ああそうなんだ、展示されてた明治20年代後半柏の、寺島市の、尽力によって常磐線が引かれる際の土地を寄付する墨書っていうの、これ墨に書くで墨書でいいの、野田線に関しては茂木、何七左衛門でいいんだっけ、七に左に、衛門でいいんだっけね、ごめんちょっと読めなかった、の、書などが、解説も、聞いてきました。東葛飾中学、今東葛高校ね、近くの競馬場駅写真へとせ、興味深いものがありました、同年配の高校の OB の方ともお話できて有意義なひとときでしたと、書いてあります。ちょっと僕もねかなりちょっと興味あったんですけどね、ちょっと本当に行けずじまいで残念だったんですけどね、はい、またねちょっと会った時にはいろいろ最近多いですね、ちょっとこう振り返る感じのものが、多分だ企画してるのは多分ほら僕らぐらいのこう役所だったりとかさ、なんていうの、ちょっとこう、ね、普通にやられてるとかなりこうもうそういう、ね、位置的に方がいるから意外と、ね、こういうことをしたいのかなっていうのがありますよね。だテレビとかもそうね、あの CM とかさ見てても大体僕らの年代ぐらいがこう、なんていうのプロデューサーとかこう、ね、やれるようになってくると、なんとなく僕らが懐かしかった頃のあの曲をね多くこう聴けるようになったりとかさ、そういうのがあるのかな。もうちょっとでもね上の方なのかな、こうここまでこう昔のことをこう、でも意外と最近ね各地で言われてるみたいなんですけどもね。はい、ありがとうございました。大沢さんまたちょっと会った時でも話聞かせていただこうかなと、いろいろなんか皆さんコメントとかも打っていただいてるんでね、また見られてない方はぜひ板の方に、畜牧場さん の, あのコーヒージェラートと一緒の、写真写ってるやつがあの今話した柏の鉄道今昔、の情報になってますんでね、ぜひ見てください。はい、一郎遅くこんばんは、有賀くんすいませんお先、はいお疲れ様、今日もお疲れ様でした。今日ギリギリでしたがあ行ってきたんだ、いいな、柏の鉄道いいですね、さっきのやつでしょ。はい、宗介東部発祥は醤油輸送地って、知ってたので、面白かったみたいな、あーそうなんだ、そっかそっか、有賀くん行かれたということでいいですね。競馬場は今の豊敷団地の場所、そうそう、うん、戦争で、休業しそのまま廃業になったそうです。あーそういうことだったんだ。金津さんが航空写真をアップしてくれてさ、まあ、昨日も言ったんですけどね、あのこの辺りがこの中学だよとかさ、ちょっと東葛高校の辺りのこのなんていうの6号じゃない方がこう正門になってるんだけど、その辺がこう林になってる辺りがこうくしゃくしゃって映ってたんだよね。まあ道を見れば大体わかるよね、あの道とこの線路のさあれ分かったんだと思うんですけど、はい、ちょっとねなんか野田もまたそういうね、去年あったんだよね、去年かな一昨年かも、うん、あそこあれも多分京都博物館だよね確かあって、秋尾津の秋尾さんが、スマホ持ってね取材に行った動画が多分どっかに残ってると思うんで、
ちょっと興味あったら、ね、そっちも覗いてみるといいのかなというふうに思っております。はい、有賀君どうもありがとうございました。おやすみなさい。今日すいませんね、なんか5足2人揃って、スカイミュージックレディオアネックスも聞いていただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。お子さんよろしくお伝えください。はい、はい、じゃあ続いていきましょう。続きましてキキツさんありがとうございます。4時間前の投稿、水曜日夜言えばアタゴそば寝ました。アタゴそばいいね。ここのそば屋つゆ絶品、そばつゆが絶品なんだ。あーなんか高校生の頃かな、入ってそれこそまだ増田に行ってた頃、こ、うん、そうそう、高校生から高校生って言うとさ、ごめん、すぐね増田の話してごめんね、本当に今日はしない。入ったことあるんで、確か学校の帰りかな、増田に行く前に、うん、そう、あ、それっきりだよ、行ってないよ、大人になってから行ってないからね、うん、でこの間さ、うん、いつだっけな、2日の日かな、愛宕神社に年越しの時にあんまりにも混んでて、手を合わせないでね、とりあえず帰ったんですよ。放送もしなきゃいけないんで、その前、鹿島神社で、ちょっと、手を合わせていただいたんで、ちょっと割愛させていただいて、で改めて2日の日に出直した時に、あの辺ちょっとぐるってちょっと歩いて、駅の方をね、ちょっと熱海駅の方を見るってなるって、まあやってないよなと思ったら、まあ正月2日だからね、やってなかったんだけど、うん、ちょっと今度行こうかなと思ってますけどね。はい、菊さんありがとうございました。なんかチキチキの感、お蕎麦さんなんか多いですね。まあ落ち着くけどね、うん、はいはい、かなつさん、一度公民館もしくは市民会館の椅子で借りてチキチキ歴史座談会、あ、いいじゃないですか、なんかそういうテーマ、うん、なんかもうこの間のやっぱり金津さんの航空写真とかさ、ああいうの古いの見るとなんか見入っちゃうんだよね。でなんかさ、深掘りして他のも探しちゃったりしてさ、結局なんか寝るの遅くなっちゃったりしちゃうんだよね、うん、結構好きなんだよ僕も、ああいうの見るの、うん、で昔住んでたとことかさ、こう探しちゃったりとかさ、うん、そんなこともしたりとか、あと16号線がまだできてない頃の地図とか見てさ、あーやっぱりできてないよなーなんて、ここはこうやって畑かなんかだったんだなーなんて、なんかそういうのちょっとね、今年はなんかやりましょうよ、そういうなんか、まあ、座談会とかでも本当にね、まあずっともう去年から言ってるから、今年はぜひ実現させましょう、そういうトークセッションみたいなの。そう、この間柏ではそういう映画を見て、短編映画を見てちょっとこうトークセッションするみたいなのもあったんでね、まあ、チキチキこういういろいろ話題みんな豊富なんで、いろんな部分でこう鉄道とかさ、鉄橋とかなんか昔の橋だったりなんてこういろいろあるからさ、うん、ちょっとまた面白い写真探してアップしておきます。はい、京子局員こんばんは、お疲れ様です。もう遅いですよ、大丈夫ですか。はい、体調いかがでしょうね。はい、愛宕そばといえばラーメン食いたくなるというね、やめてよ、またお腹空いちゃうんだよな。はい、はい、菅原さんおやすみなさいって書いてありますね。はい、そうコメントね、これ全部入ってんのかな、なんかねちょっとごめんね、飛び飛びで、申し訳ないんですけど。はい、有賀くん、柏は栄えましたが、もしかしたら野田の醤油があったからそうなのかななんて、思いました。日本初の国際空港が千葉にできたのも醤油を、輸出するため、との話も聞いたことありますし、うん、ご自身、まだまだ知らないこと、たくさんあって楽しいです。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。そうだよね、野田の話でも結構さ、いろんな細かいことをさ、こう結構やってるよこれ、アーカイブ。僕もね、さすがにもう古いのは聞き直そうとは思わないんですけど、結構聞いたらいろいろね、情報溜まってますよこれ、きっとアーカイブで、うん、
これきっと面白いと思う。はい、こんばんは、寝落ちしてました、寝てください。はい、本気でお疲れ様でした、また明日来ますね。はい、どうもおやすみなさい。はい、まあそんなわけでね、なってますけども、うん、なんかほら無理になんか新しいことしようとかさ、なんかそんなことなくてもいいんだけど、とりあえずなんかこうやっててさ、ためになるっていうか、そういう話し合いとかトークして、また新しいこうなんかこう見つけていくのもね、面白いのかなとは思いますんで、ぜひぜひ野田の古い話とか、なんかそういうのでもね、どっかこうやって、またちょっと僕も時間見つけて、前の目吹き橋の話みたいな、なんかちょっとこう古い、ところとかさ、あれはもう本当に料金所があったっていうのをどうしてもね、見せたくて探してたら、ああいう感じになったので、ちょっとそういうことをねしたいなというふうに思っております。またよろしくお願いします。はい、じゃあ続いていきましょう。どうぞ皆さん、ね、遅いんで、まあ、僕もちょっとテンション上がっちゃってるんでね、寝つけないんで、まあ、少し喋りつつ、テンションを下げていこうかなっていうこんな感じなんで、どうぞ皆さん、もうお仕事もねあるでしょうし、どうぞ上がっていただいても OK でございますのでね。はい、お時間のある方だけ、お付き合いのよろしくお願いします。はい、親御堂さんありがとうございます。7時間前行かれましたね、野田市内の新店舗唐山さん行ってきました。唐揚げ合盛り定食、秘伝のニンニクとんカリッと桃の合盛り、ニンニクやばいかな、大丈夫ですかね、お客さん商売だからね、結構ね、でこう施術するところにこうね中でやるから結構かなと思うんですけど、もんだみんじゃ効かないんじゃねえの、大丈夫ですかね、結構全身のこう毛穴から出るんじゃないの、こう、そうそうそうはい、まあ一口、食べてからやめようかなと思ったが、そんなにんにくきつくながらいいやで食べると、もちろん帰ってすぐくじくしぐもんだみしましたよ。はい、テーブルには塩辛と、お塩辛と、漬物は、ただし塩辛が、シャバシャバ、してて小さな、トングでイカがつかめないって書いて、ああそういうことね、ああそういうことね、はい、塩辛いいね、はい、確かに唐揚げは、外側カリ中シワでしたが、想像通りのレベルと、ご飯は大盛りでも、同料金と、書いておりますね。ね、そういうことね。はい、ちょっと僕もあれですけど、なんか僕的にはね、この唐揚げ、まあいろいろ多分皆さんこう唐揚げでさ、やっぱりこう食べるなんつうの、好きあるじゃないですか。唐揚げってやっぱいっぱいあるじゃないですか。うん、僕的にはね。多分 2,3 日前にかなつさんがかなさんばっかなんだけど、どうぞかけな、かおりさんかなんかで昼に食べてたなんか唐揚げ、あの唐揚げ結構、好きかな、小さい時からなんかああいう系だったと思うんだよね、確か。だったかな。で意外と結構ほら最近いろいろあるんじゃないですか、こう真っ赤だとかさ、結構もう黒に近いぐらい、なんつうのかな、こんがりしちゃったやつとか、ああもうダメなんだ、意外とね、こう色白系の結構サクサク系のなんかこう唐揚げ好きだったりとかね。そう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 、まあでもちょっと一回僕もここ食べに行って、シャバシャバな、結構塩辛僕好きなんで、ちょっと塩辛もまあ食べつつの一回はちょっと話のね、ネタにと思うんですけどね、体調戻ったら、行こうかなという、感じなんですけどね。はい、菅原さん、そうですよね、大沢さんは接客業ですから、ニンニク料理には気を使いますよね、別にニンニク嫌いじゃないんですよね、塩辛は、シャバダバ、シャバダバですかって書いてますけどね、はい、ねっとりじゃないとね、とライスは美味しかったですか、ライスがまずいと最悪ですよね、ありがとうございましたという、感じになってますけどもね。はい、そう、あ、そう、ライスって言えば、この間
ちょっとあのそう取材をちょっとされる、あそうなんかそれ話したかったな、この間バタバタしてたから、そう取材この間受けて、またあのなんかそのタウン誌出た時またね、あのそれはあのご案内するんですけども、うん、なんだっけな、そうデニーズでじゃあ取材来る前にご飯食べようとって先に行って、デニーズでランチの食べてたんですよ。まあおかずはまあよくありがちなハンバーグのちっちゃいのとコロッケぐらいかな、確か出てきて、木曜日はこれって言われたんで、はいっつって、でまあご飯ついてくるんでご飯食べたんですけど、そしたらご飯がもうね、なんか僕本当にね、タイ米とか食べた時もね別に何の文句もなく普通に食べられる人で、だあんまり変な話美味しいとかまずいってお米があんまり分かんない人なんですよ。でもなんか久しぶりに、あうまいご飯だなっていうのが分かるぐらい、なんかね妙にね美味しかった、うん、なんかねピカピカ光ってて、で真っ白なんですよご飯がさ、うん、でランチにねそれを出して、炊きたてだからだったのかも分かんないけど、結構あレベル高いなって、まあそこだけなんかたまたまそのお米だったのか分かんないんだけど、うん、なんかねすごく、うん、この間食べてびっくりしたなと思って、セブン&アイホールディングスなかなか、ランチでもやるのかなという、またちょっと別な日に行った時に同じようなご飯出てるのかなと、まあ、たまたまそのねロットっていうか、のお米がそうね良かったのかどうかちょっと分かんないんだけど、そうご飯をなんかびっくりするぐらい本当に、まああと、ね、意外といろいろ食べるんですけど、やっぱりね、まあ、ご飯はっていうのはかなと思うんですけど、うん、でもすごく良かったなと思って、はい、よかったデニーズで、ご飯食べたかね、ランチちょっと食べる方いらっしゃったら今度また教えてください。はい、スイヤーありがとうございます。何気に、弁当屋ホットモットの、唐揚げ単品1個70円うまかったよ。あー、俺食べたんじゃない、なんかあれそうなの、70円、塩唐揚げとかってあるよね確か、あれホットモットだっけ、なんかそういうの食べたことなんですけどね、そうだからね、なんか結構今も帰りずっとさっきのやってで、この間の金津さんの香里さんの唐揚げとかも思い出して、ああ体調戻ってきたのかなって思いましたね、唐揚げ食いてーとかって思って、そんな感じありましたけどね。はい、じゃあちょっと明日ホットモットかな、頑張ろうかな。はい、ちょっとね野田にはちょっと明日行けそうもないので、はい、それではツイッターの方もう少しでございますのでね、サクッとやらさせていただきます。はい、野田氏ココさんからのね、これはもう司法ですね、司法野田15日以降発行ということで、あそうで、なんとこの司法の、この表紙、市長が小学生、あ小学校と中学校へ訪問し直接意見交換ということで、まあ、そのすごく記事はいいんですけど、この挿絵があんまりにも鈴木優勝なんで、結構こう皆さん話題にされてる方も多いんじゃないかなというふうに、思っておりますけどもね、まだもし見られてないから、まあ大体ね野田の方はもう手元にね届いてると思うんですけど、これ結構撮っといた方がいいですよ、僕もちょっと欲しいんで、これうんいやーいいなって思って、うん、いい感じのこう挿絵、賞出てますんで、よかったら、これちょっと別にちょっとあれして後で、まあ、スライドショーでねまた回そうかなと思いますけどもね。はい、いいよねなんか、なんか本当にねちょっとねしばらく二十何年野田離れてからさ、その間どういう手法だったのか分かんないけど、うん、なんとなくね前お正月の頭のやつもすごくなんか見応えあるというか、もう表紙からしていいなっていうこうなってたんでね、なんかすごく、楽しみだなという感じになりますけどね、実にでもこの、鈴木師匠はいいですこの挿絵ね、皆さん見て、ちょっと朗らかになる感じの、挿絵になってますんでよろしくお願いします。はい、菅原さんリアルタイムでありがとうございます。たまに本で漂う
ほんで匂う、ご飯出してくるお店が、まあね、ありますよね。はいはい。香里さんの唐揚げは常にあるわけじゃない。あ、そうなんだ。最初生姜焼きでしょ。ああ、当たるとなんかちょっとあの感じがね、食べてみたいなとかって思ってたんですけどね。なんか懐かしいなっていうさ、うん、あったんですけど。はい、かなさんありがとうございます。まあ、とりあえず明日僕ホットモットで買ってきてみます。はい、はい。というわけで、四方のだ、ぜひ皆さんね、なんか名としちょっと僕も後でとりあえずこれ PDF で後で読ませていただいて、また野田行った時にね、持ってきようかなと思っておりますけど。はいはい。これそうで、昨日はそうだね、菊池さんが昨日カーラン屋さんに行かれたという、なってましたけどもね。はいはい。それでは行きましょう。永井さんありがとうございます。11時間前ですね、少し先になりますけど、イベントのお知らせ、川を挟んだ、隣県隣ですね、坂東市、3月2日土曜日の開催、カフェと雑貨とマーケットボリューム6ということで、なっております。ひな祭りという、タイトルになっています。マーケット、ミュージック、フード、ワークショップという、春の足音もうねやってますけども、楽しいイベントになりますよというね、まあ結構女子の方、結構興味ありそうな思いますのでね、よかったらちょっとまた足を運んでみてもよろしいんじゃないかなというふうに思っております。3月2日の開催、坂東市になります。よろしくお願いいたします。はい。あとその後、あ、これもまた僕投稿してたんで、投稿っていうかね、シェアさせていただいて、野田の観光協会さんの、ページのところにあったやつなんです。野田は、食べる買うという、でちょっと野田のなんていうの、ちょっと今日なんだ、さっきのスカイミュージックレディワネックスでちょっと、じゃあたまにはなんかそういう食的なもの、まあ大して3分ぐらいの場コーナーなんで大したことは言えないんですけど、ちょっとこう喋るのに、と思って、シェアをね、させていただいたんですけど、推奨品っていう、まあ認定証みたいなのがあって、それをピッてこうシール貼ったやつがですよっていう、あったんですけどね、なんだバーって結構見たらいっぱいこう出てたんでね、番組の中でもちょっと読みながら、まあね、どうしてもまあ お醤油おせんべい系のものがこう多かったりするんですけど、ちゃんとこの間もスイヤー行ってちゃんと逆さい、こんにゃく屋さんの、こんにゃくとくず餅がこう入ってたりとかもね、したんで、すごくいいなと思ったんです。またね、チキチキでもなんかああいうのまたどんどんアップして、ね、他の町の方とかでも見やすいように、なかなかね観光協会のとこまで行ってこうっていうの、まあ本当にがっつり探したい方ね、探される方はいいんですけどね、ちょっとさらっとこう気がつく程度にこう貼っとくのもいいのかなというふうに、思いましたんで、また後で、ホームページのやつをPDF に落としてそれを JPEG にして、今日も持ってって使ってたんですけども、またちょっと時間あるときにチキチキの板の方にもね貼ったりとかして、野田こんなものがあるよっていうのでちょっと貼っとく、公開しようかなと、いうふうに思っております。はい。ホットモット、もしかしたら唐揚げ弁当の唐揚げ単品のお惣菜唐揚げが違うの、あーそうだよ、なんかさ大きさ多分違うと思いますよ、あれ、あそうかな、うんかもしんない、あ単品で買ってみた方がいいかね、単品の70円のやつを惜しまないで、セットの唐揚げ弁当だとちょっとこう違うのかな、またね味付けが、うん、単品で1個70円って言うとちょっとさ値が張るから、その分ちょっといい感じのを使ってるとか、そういうかいい感じというかさ、こういいね、部位ちょっとパサパサしない部位を使ってったらそういう感じなのかな、ちょっとその辺ちょっとチェックして、買ってみます。はい、すでにありがとうございます。はい、いろいろねちょっと野田のそういう、まあちょっと唐揚げとはまあ別なんですけど、こう名産とか特産とかなんかそういう野田の、名がつくもの
をちょっとまたどんどん紹介して、サラダカーさんでね、すごく積極的にホームページとかも、僕もさっきもチェックさせていただいたんですけど、出されてるって、まあ、そこにねこう行けば買えるかなっていうのなんですけど、まあ、ちょっとこう PR 的にはチキチキの方にもねいろいろこう貼らさせていただいて、どんどんこう PR していこうかなというふうには思っております。はい、ね、よかったらもしね市外の方でも、チェックされてる方いらっしゃったら、この観光協会さんとか入っていくといろいろおせんべいとか結構出てますんでね、チェックしてみてください。はい、そして熊谷さんありがとうございます。これは湘南、ごめんなさい、手賀沼のところにあります、園部いちご園さん、いよいよ本格的に、ね、スタートしたということで、もうたくさんね段ボール山積みということで今年もやるよっていう感じのね、なっております。朝ぞれ出荷待ってますという、なってますんで、ぜひ、よかったらちょっと僕もシーズン中に1回、なかなかね、最近なんか本当に申し訳ないぐらいなんかイチゴがたくさんもらえて、毎週のようになんか食べてたんですけどね、今日もまた別な種類の今度東金のイチゴ、さっきちょっとすごく良さげなやつをいただいちゃいまして、それをまたあの車の中で今さ帰りながら食ってくるというね、なんとも言えない人なんですけどね食いながら走ってくる、いちご食いながらっていうのはなかなかいないよね、きっと車の中で生のいちごをね食いながら夜帰ってくるっていう人もいないと思うんですけど、はい、その上いちご屋さんよろしくお願いいたします。はい、そして昨日ちょっと放送の中でも喋ってたんで、でコメントいただいた時じゃないですかね、柿沼さん、先ほど紹介の、爆門道東っていう漢方薬、のお薬、お薬というか、漢方薬だと思うんですよね、比較的副作用が少ないので、胃腸の弱い方でも大丈夫かと思います。インフルエンザ発熱ほか、薬品を飲みの方は持病等、お持ちの方は医師、薬剤師にご相談くださいねということで、津村さんから出してるやつなんだね。2種ね、はい、津村爆門道東エキス下流ということで、あ、結構いろいろありますね。あ、気管支炎、気管支ぜんそく、そうなんだよ、咽頭炎、しわがれ声、結構声に結構いいんだね、結構なそこそこね、お値打ちな感じもしないでもないなと思うんですけど、ちょっとチェックしとこうかな。やっぱりね声がね、やっぱりこう早くこう戻したいんでね、ちょっと声は本当にちゃんと真面目に今回やらなきゃいけないなと、風邪はもうまず風邪ひかないようにしないといけないなと思ったんですけど、その後のこう喉の、ケアもちゃんとしないと、と思いました。はい、まあそんな感じかな。はい、ありがとうございました。まあね、いろいろなんか、なんだ、年も変わってね、また情報も少しずつこう新しい情報もどんどん入ってきて、また春ね、まあ、どうしても今イベント少ない時期なんでね、どうしてもイベント情報は意外とまあ少なめかなという部分があるんですけども、まあ、またコンサート情報とかまた調べて、少しまたどんどんアップしてね、フライヤーの方もまたもらえて、それね、ご紹介したりとかもどんどんやっていきたいなと思いますんで、どうぞ引き続き、チキチキ、情報局、夜の生放送お付き合いいただければというふうに思っています。そう、あとね、喉っていうと、まあこういうのあんまりどうなのかなって思うんですけどね、このね、あの喉にシュッシュってやるやつ、これ結構なんかね効く。まあ多分これはねあんまやっちゃいけないんだと思うんだけど、これ松木を、まあいろいろ多分種類出てると思うんですけど、一応松木をさんでなんか出してる、なんだ、僕使ってるのはねパープルショットプラスっていう、まあ喉の消毒だよね、喉の炎症による、喉の痛み、喉の腫れ、等に効くよっていう、やつなんですけど、こうかなりねこうシュッシュってこう喉にやると
聞くんで、もしおしゃべりする方いらっしゃる、なんか何種類か売ってたような気がするんだよな。でもたまたま僕はこのパープル結構紫好きだったんで、まあとりあえずこれ紫だったら、当たり外れないだろうと思って、で意外とね使って、今日も放送中にやっぱり、生放送まだ東金でやってる時にも結構きつかった時あった、シュッシュって裏向いてかけたら意外と声がね、あの戻ってきたというか、まあ昨夜からやってたんですけど、よかったら喉ね、使われる方、まあ、そこ前にケアしとけよって話なんだけどね。はい、まあ、そんな感じで、今日はやってみました。1時間、だらだらと喋らせていただきました。ありがとうございました。ちょっといろいろね、告知とかもまあそんなに今切羽詰まったものはないんでね、CM も今日は、遅いんでもちょっと終わりにして、そうで何が問題かっていうと今日はね、さっき帰ってきて気がついたらね、ご飯がないっていうことに気がついたんですよどうしようかなと、だからもう唐揚げって今から唐揚げ買ってっていうところもないしなと思って、ちょっと今ね考えながら喋ったんですけどね、まあ唐揚げは明日にして、なんかちょっとご飯を炊くって言ってもどうしようかなと今ね考えたりはしたんですけどね、もうまあ皆さんも寝るだけだからねよろしいのかなという、感じでありますが、はい、まあ寒いからね、また咳出るから、まあ、なんかちょっとうどんかなんかでもすすっとすすって、夜今日おしまいにしようかなとか、思ってますけども、はい、じゃあ、今日はこの辺りで、明日は木曜日、はい、まあ早いっていうかね、ちょっと今週今回はダウンしてたんでね、なんとなく1週間が流れるようにすって終わってしまうような感じでありますけども、明日は中継通り、10時から喋、らせていただきます。明日はもうだいぶ多分喉の方もね戻って、咳も多分そこまで多分ひどく、いつもこの治りかけになんか寒い時にこう現場当たっちゃったりすると、あのねもうそこでもう咳しすぎちゃって炎症を起こしちゃっての長引きなんだけど、たまたまちょっとこのところ、まあ、暇っていうか1月は結構かなり今年はもうあのガラガラにしといたのでね、現場に出なくても済む、寒いところに行かなくて済むんで、多分この調子でね、もんでは来週の、まあ、水曜日のね番組ぐらいもいい感じで戻せるのかなと、そんな感じで思ってますけど、まあ、もちろんチキチキも、ね、ご迷惑かけないようにね、まあ、美声とは言わないんですけども、あのガラガラ声でこう喋るのを聞かせるのはやっぱりねなかなかこう辛い部分があって、なんで、気をつけるようにね、したいかなと、そんな感じで思っております。それではちょっとね、まあ、時期的に、いろいろね皆さん本当にね体調管理が一番、ございますけども、時間があってなんかネタとかありましたらどんどん、アップしていただきまして、またそれ ねネタに少しずつこう盛り上げて、でなんかいろいろね、あこれをじゃあみんなで集まって話しようよとかっていうのをなんか少しずつこう決めてったりするのもいいのかなというふうに思ってる。まあ僕もちょっとね可能な限り、ネタを、ちょっと上げたりとかね、すると、していこうかなと、そんな感じで思っております。まさに皆さんも野田絡みで、なんか面白そうな情報、まあ柏とか、まあ、近隣でも構いませんのでね、よかったら、あとはまあ近郊の情報、この間も堺でお祭りねあったりとかあったんですけどね、前もってなかなかね本当申し訳ないんですけど本当にチェックこうできるのがなくて、もっとああいう情報もね早くこう喋、ったりすると面白かったなと思ったんですけど、またちょっと僕もなるべくアンテナを張って、いろんな情報をねアップできるように、していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ皆さんも、たくさん、情報をお寄せいただけると嬉しいのかなというふうに思っております。はい、それでは明日の放送は10時から、でこの後は、これを、ダウンロードして、また YouTube に、アップさせておきますので、まあ、一応僕の中では Facebook の、ね、こっちのメインで YouTube はされてない方とかこう紹介する時とか、ね、Facebook やっぱされてないとなかなか、ね、みんな見る気も、一応ねこれも聞こうと思えば別にFacebook のメンバーさんじゃなくてもね聞けるんですけどね、なかなか皆さんそこまでこう
なんていうのかな、わからないというか、まあ、YouTube だったら意外と皆さんこう、ね、見てくれそうな感じもありますのでね、まあそのあたりでちょっと動画の方も残しておきますのでね、うまくこう使っていただければなというふうに思っております。はい、それでは、かなりね外も本当寒く、なってね、朝方ねまた冷えるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん風邪ね、まあ引いてる方結構多いんですけどね、引かれてない方で注意してそのままね、乗り切って春まで持ってっていただけるのが無難かなというふうに思っております。はい、どうも遅い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。あ、コメントね、菅原さんありがとうございます。無理禁物ですよ、ありがとうございます、お疲れ様。はい、ありがとう、皆さんコメントどうもありがとうございましたね、もう皆さんほとんどね、床に疲れて、もう夢の中の方もねいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、また明日10時から、夜の10時から放送させていただきますので、ぜひお付き合いの方よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局局長のしゃべる管理ファンキー利根川でございました。それでは最後は、最初の方にかけてたんですけどね、ちょっと、さっきのスカイミュージックレディオアネックスで、結構ねいろんな全国からのインディーズさんからバンバン送られてきて、最近ちょっとねいろいろアイドルさんの曲結構一緒にやってる葵ちゃんとかね結構かけたい曲があるんで、その曲を中心にしたんで、一般応募夏ぐらいが結構溜まって、開けたらかなりね溜まってたんで、少しずつ紹介しようかなと思って今日も使ってたんですけどね。はい、じゃあこの曲でいこうかな。はい、乙女さんっていうね、静岡出身の、女性の、クリエイターさんの曲で、フラッグメンツという、ね、曲で終わりです。はい、それではまた明日お会いしましょう。遅くありがとうございました。おやすみなさい、失礼します。
降り注ぐ雪。